はい、阪神タイガース優勝、おめでとうございます。はい、すごいですね。マジで。好きな選手。好きな選手ですか。中野拓夢ですね。僕の名前も拓夢なんで。なるほど。はい。じゃあ阪神タイガース優勝、祝して何か一言お願いします。じゃあどうぞ。バモース。チェーアー。春です。春です。最高です。最高ですか。じゃあお兄さん、一番好きな選手もしおれば。高山選手ですね。お兄さんは。佐藤選手ですね。僕糸原です。糸原です。阪神タイガース優勝祝して何か皆さん一言お願いします。バモー。バモー。バモー。最高！助けよう高山！阪神タイガース優勝おめでとうございます。イエーイ。はい、奥のお兄さんから、好きな選手教えていただいていいですか？現役ですか？現役でも、OB でも。藤川球児です。はい、いただきました。藤川球児いただきました。はい。お兄さんは？鳥谷です。鳥谷さん。はい。お兄さんは？中野です。ありがとうございます。阪神タイガース、優勝を祝して、皆さん何か一言お願いします。お兄さんから万歳タイガース優勝おめでとうお願いします。阪神アレーありがとうございます。ありがとうございます。阪神タイガース優勝おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあお姉さんの、好きな選手教えていただいていいですか？木浪選手です。木浪選手、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお姉さん、よろしいですか？近本選手と、小幡と、テルと、浜地。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、阪神タイガース優勝を祝して、何か一言お願いします。このまま日本一。日本一頑張れ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ選手は。佐藤輝明選手です。はい。ありがとうございます。お兄さんは。僕は森下翔太選手。お兄さんは。じゃあ、最後に、阪神タイガース優勝を祝して、何か一言お願いします。日本優勝するぞ。お願いします。日本シリーズ勝つね。お願いします。オリックス怖い。ありがとうございます。一番好きな選手、影馬最近。藤川球児。高山俊選手。阪神タイガース優勝を祝して、何か一言お願いします。岡田監督、あれ最高。ありがとう。阪神タイガース優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ。好きな選手いれば教えてください。塚本さん。お兄さんは。僕は小幡が好きです。小幡。阪神タイガース優勝を祝して何か一言お願いします。おめでとうございます。嬉しいです。お願いします。阪神最高。好きな選手は誰ですか？好きな選手。藤浪晋太郎です。いいじゃん。やったかまだいつだって。藤浪晋太郎お願いします。阪神の優勝を祝して一言お願いします。阪神タイガース優勝おめでとう。阪神タイガース優勝おめでとうございます。お兄さんの、好きな選手を教えていただいていいですか？もちろん佐藤輝明です。もちろん今はもうわ渋い。バリ渋い。お兄さんも聞いていいですか？金本さん。わあいい。ありがとうございます。じゃあ阪神タイガース優勝を祝して何か一言お願いします。18年ぶり、めっちゃ騒いで、めっちゃ楽しんで、これからも最後に楽しみます。はい。金本大好き。サトデルホームラン。昨日とね今日最高でしたね。すごかった。ほんまにすごかった。ね。阪神タイガース優勝おめでとうございます。おめでとうございます。わめっちゃいい。じゃあお兄さん一番好きな選手教えてもらっていいですか？一番好きな選手最近です。最近。宮崎選手です。間違いないです。お姉さんは。木浪選手ありがとうございます。じゃあ皆さん阪神タイガース優勝を祝して何か一言お願いします。一言。そうですね。僕生まれてから優勝したの3年とか5年なんで。もうほんまにやばいですね。ほんまに嬉しいですね。はい、ありがとうございます。お願いします。今年だけじゃなくても来年もこの勢いで突っ走っていきましょう。連発。お願いします。野球選手と結婚したいです。ありがとうございます。最高。